高木豊です。あ、ちょっと待ってください。高木豊です。高木です。お願いします。さあ、江田さん、はい、大谷翔平、肘やっちゃいましたけど、この前復帰しましたね。まあまあな、俺打ちながら直すっていうのはなかなか難しいんじゃないかと思う。あ、肘をちょっとさ、ああ、まあ負担かかりますもんね。いや、負担かかる。ある程度だって見、見上げ見上げ。江田さん、すいません、こんなに金入ってんすか。え、ちょっと待ってんな。ちょっと待って、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 うわ、何何、おい、ちょっと待って、おい、ちょっと待てって、一番好きなものがいっぱいお前さ、これお前何やってんだこれ、お前よこれ、え、ロト6さんが入ってます。え、水田さん、ロト6さんってんすか。いや、やってるけど、しかもちゃんと記入してる。これお前、しまいなさいよ。やばい、え、これちょっと、これやばいっすよ、これこれ、見てくださいよ、これどうなってんすか、これ。いやいやいや、どうなってんすか。やばっ、どんだけバイトすりゃいいんすか、これ僕ら。いや、すごいな。あとは、接骨院。いい、治療はすごいよ、ね、ちゃんとしたらいいか。金の嵐じゃないですか。すごっ、お前、えカットだな、これ流せないよ、お前。なんすか、これ。これはね、ちょっとお守りなんですよ。お守りなんすか。これはね、昔も千円札のお守り。えー、いや、それでさ、はい、まあ、ここまで来たらちょっと見せるよ。お前、これ片手でもめんどくさいな、お前。あ、その前に、はい、これ、二ドル札です。二ドル札、二ドル札、見たことある。すごいっすね。これ本当に使うんだよ。こっちで言う2000円札みたいな。あ、そう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 。へぇ、そうそう、こう、アメリカのお守りみたいな感じで持っとったらいいって言われる。へぇ、すげぇ。これなんですか。これは、え、三鷹さん、本当にありがとうございました。え、これは何ですか。これ、宮本慎也。アテネオリンピックのさ、予選があったんで、札幌で、はい、その時に俺、深夜をキャプテンとして推薦したのね。3連勝したの、はい、で、みんな解散で各地に帰っていく時に出上げたら、これがパラッと落ちたの。伊沢さん、ありがとうございましたって。えぇ、それをやっぱ捨てられない。うわー、なんかいい、やばいな。だから深夜ってそういうとこがあるの、宮本慎也。そうなんすね。すげえな、いい話だな。じゃあこれを抽選で1名様。そうあげれないね。これはダメですか。江田さん、これもなんかありますけど、これは大丈夫ですか。これも、それはなんか、これはね、占いのやつ。占いとかなんかお守りとかそういうの多いっすね。えぇ、お前のバラバラじゃん。ちょっと待って、お守りだから触らない、あんまり触らない。お守り、お守り、すごい。これとこれはセットだから。あ、これでワンセットですか。もうないでしょ、もう貸しもない。ちょっと待って、裏側にもう一枚からお守り入ってないですか。はい。やだな、お前、俺の財布の中で説明せなあかんねん、お前。いやー、すげえ、これは引きありますよ、これ、皆さん。20万ぐらいあるんですか。20万以上ある。20以上。いつもこんな持ち歩いてるんですか。大体このぐらいは持ち歩いてるよ。バック取られたらお前らの責任だ。夢ありますよ、皆さん、やりましょう。みんなも頑張ったらできますよ。いやー、これせっかくだからさ、いくらかだけ。わかりました。片付けて、お前どこにどう入ってたんだよ、先生。やろう、ちょっと数えてるんで。集計出ましたか。え、出ました。集計結果出ました。出ました。三鷹さんの所持金、はい、今現在の所持金は。俺もわからないです。いくらですか。ちなみにこのお札だけで、はい、39万5000円。20万ぐらいとか言ってましたけど、39万5000円。いやー、抜いてないだろ。抜いてないっすよ、これからっすよ。あと、コンビ忘れてます。おっ、これは大丈夫っす。これは大丈夫だ。あ、じゃあ、いきなりステーキ行こうか。